神戸市西区でトマト農園を営む大西正彦さん。神戸っていうのはそういう都市と農村がうまく同居してますので、いろんな形が多分可能性としてあると思いますんで、自分は農業者として何かできることをどんどんやっていきたいなと思ってます。地元の工業高校を卒業した大西さんは、市内の機械メーカーに7年間勤めた後、実家の農業を継ぎました。大きな志があったわけでもなくですね、はい、まあやっぱり父親がやってましたので、はい、でまあ継いでもいいかなっていう感じで、はい、戻ってきたっていうのが正直なところです。しかし、次第に農業の魅力にのめり込んでいきます。自分のところに来ていただいたお客さんがですね、まあ、野菜を食べられて喜んでいただいたっていうのが、まあ、きっかけかなと思ってます。素直に嬉しいっていうことだけですね、はい、素直に嬉しかったですね、はい、そしてもっとお客さんに喜んでもらおうと、大西さんは珍しい品種のトマトを作り始めました。これはベネチアンサンセットっていう品種になりまして、こういうゼブラ柄が特徴です。すごいもっちりしてまして、少し果物に近いような食感のトマトになります。今世界中でトマトって3000種類ぐらいあるって言われてまして、まあ、その中から、うちも10種類ぐらいはやってるんですけど、まあ、もっと皆さんにいろんなトマトを食べてもらえればなと思って、はい、新しい品種には挑戦してます。さらに従来の市場への出荷から地元スーパーや直売所に販路を変えるなど、地産地消にも力を入れている大西さん。2010年からは地元生産者グループキャルファーム神戸の活動を本格的に始めました。クリエイティブ、アグリカルチャーライフの頭文字を取ってるんですけれども、まあ、やっぱり農業っていうと基本的にまあ食べることなんでですね、まあ、全ての人にまあそれぞれに合ったようなですね、形でまあ生活の中に農業を取り入れてもらえるようなきっかけ作りができればという意味で、はい、まあ、同世代の農家で集まってですね、まあ、自分たちで、栽培についての勉強をしたりであるとか、まあ、みんなで共同で、出荷先をですね、営業をかけたりとかですね、っていう形で少しずつ活動をしています。キャルファーム神戸では野菜、果物の販路拡大や農業に携わる人材の育成だけでなく、農業体験を通じた企業の社員研修や福利厚生サービスを提供、さらに気軽に農業に親しんでもらえるようにこんなユニークな取り組みも。今までですと畑で婚活が、はい、一番反響が大きかったかなと思います。畑でですね、男女でペアになっていただきまして、農作業をしていただきながらですね、いろんな方と、お話をしていただくと、まあ、本当にお野菜を挟んでですね、はい、皆さん楽しそうに、はい、盛り上がっていただいてます。さらに今年新たな取り組みに参加、その名も神戸二三が六プロジェクトです。市内のですね、大学生の方々からですね、いろんなアイデアをいただいて、で、まあ、自分たちのような農林漁業関係者で、また市内の、企業様とですね、神戸市のバックアップを受けてですね、みんなでまあ協力してですね、まあ、新しい楽しいなんか神戸の、モデルを考えようっていうプロジェクトです。すごい興味がありましたし、はい、何かの形で農業者として学生さんたちのサポートができればと思って応募させていただきました。農業の新たな可能性を常に模索している大西さん、その展望を伺いました。神戸っていうのはそういう都市と農村がうまく同居してますので、例えば自分の好きなですね、仕事をやりながらですね、ライフスタイルに応じてその農業にも関われる、で例えば自分の食べたいものは自分で作れるとかですね、で、まあ、そういう方がどんどん活躍していければですね、まあ、どんどん神戸に人が集まってくるような街になればいいなと思ってますし、まあ、そのために自分は農業者として何かできることをどんどんやっていきたいなと思ってます。